はい、皆さんこんにちは、イレ君です。今日はですね、新作ワールドフリッパーのリセマラの方法を紹介したいと思います。このゲーム、リセマラはもちろん可能なんですが、さらには高速リセマラが可能なんです。1回あたり 2,3 分くらいでね、リセマラが終わってしまうんです。それではね、リセマラの方行ってみましょう。まずはですね、逆に同意する、で体験版を遊んだ、でチュートリアルをスキップする。見たい方は見てもいいですかね。 OK、 はい、次へ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 閉じる。はい、次に名前を決めます。ここはね、 OK を押しましょう。そのまま何も書かないで、後から変更もできますので。はい、ガチャ、一回ガチャを引きましょう。ここでもね、最高レアの星5が出ますので、はい、スキップして、はい、これは星4と。はい、次に、ガチャトップへ押して、ここでね、リリース記念プレゼント出るので、ここでね、はい、プレゼント受け取ります。はい、これシャドーバースやったことある方ならわかると思いますけれども、アリサが手に入ります。はい、次に10連いきましょう。はい、10連いきます。でスキップ押して、はい、これね、一個一個見ないといけないんですよね。全部スキップはできません。はいはい、どんどん見ていきましょう。これね、上からボールが降ってくるとね、ちょっとちゃあ、これで、あの、なんか取ってレインボーになった。これ、あの、星5確定ですね。これ下が紫なので、多分あの星5ですね。これが最高レア。はい、これをね、できる限りいっぱい引きたいんですよね。あの、上から球降ってきてもほとんど外れですからね。まあ今のはあの運が良かった。はい、ここでもっと引かないといけないの。はい、とりあえず上から球が降ってこないとほぼならないんですよね。ダメダメ、これも星4。はい、星4。はい、星3。ダメ。はい、残りあと1回あります。あと1回、ガチャトップを押して1回、1連。はい、スキップ。はい、ダメ、星4。はい、これで12連で終わりです。はい、そしてこのデータ、一応ね、取っておきたい場合はデータ保存ができます。はい、メニューから引き継ぎを押します。はい、引き継ぎで次へ、で上のプレイヤー ID と引き継ぎパスワードの方を押します。 OK と。はい、で下の引き継ぎパスワードを設定するを押します。でここにパスワードを設定することによって、このデータを後で使用することができます。データ保存しないで次のリセマラ行くときは、メニューの一番下のその他を押して、一番下のタイトルに戻る。そして右上のメニューからデータクリア、 OK で OK でタイトルに戻ります。このようにこのゲームはアンインストールせずにどんどんね、リセマラできます。はい、そしてリセマラ時のおすすめキャラクターなんですけども、まずこのゲームはメインが3体なんですよね。で一番左がリーダーとなっております。でリーダーはリーダー特性というのがあるんですよね。まずこれ、ソーニャなら水属性のキャラクターの攻撃力をアップすることができるんです。ですのでこの3体の組み合わせっていうのがとても大事になってくるんですよね。はい、では右の水前を左に置いてリーダーにしてみましょう。はい、リーダー特性を見ると、水属性のキャラクターのヒットポイントを 30% アップと。ですので水属性のソーニャはヒットポイントが 30% アップするんですけども、真ん中のベロンは 30% アップしないと。ですのでこのベロンが水属性だと、このパーティーはかなり強くなるということです。ちなみにベロンがリーダーの時は、リーダー特性が闇属性のキャラの攻撃力アップと。これも属性ですね。そしてキャラクターの強さなんですけども、現時点ではですね、かなりね、評価が分かれてるんですよね。ですのでリセマラジは星5のキャラクターを3体以上ゲットしましょう。ちなみに星5が出る確率が 5% なんですよね。12連引けるんで、そのうち 5% 3回、
数字的には厳しいんですけども、頑張れる人は頑張ってみてください。ちなみに僕はこの3体を引きました。はい、最後にゲームの方を1回やってみますね。こういうピンボールの感じなんですよね。この3体のキャラクターが僕のキャラクターですね、先ほどので。この左上にオートがありますので、ここをオンにすることによって、これね、自動で動いてるんですよね。もちろんオートを切って自分で操作することもできます。はい、このゲージを貯めることによってスキルを使うことができます。はい、出ました、スキル。これはオートにしておくと自動で使ってくれます。はい、どんどんスキルがね、出てますね。はい、まあ、こうやってスキルが出ると、もうかなり爽快感はありますよね、これ。はい、どん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 相手のヒットポイントが減ってます。はい、ということで本日は動画ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。ちょうど倒して終わろうと思ったんですけども、ちょっと早かった。はい、倒す。それではまたお会いいたしましょう。はい、倒します。はい、また見てください。じゃあね。